どうもニューヨークです。お願いします。いや2023年今年もいろいろありましたけども。いや今年もいろいろあったね。うん、やっぱ2023年はやっぱなんといっても翔平。間違いない。もうすごかったから。翔平ね。フィーバーよ。どっこいサンダーズ。どっこい翔平の翔平出してるやんお前。いやどっこい翔平。もちろん大谷やから。ドハマリ。いやどっこいの翔平大好きな俺らだけやから。いやみんな好きだろ。いやいや日本国民はみんな大谷やから。ああまあ大谷翔平選手。そりゃそうでしょう。で野球がすごかったね。野球すごかった。ああ今年は。WBC 盛り上がったよね。すごかったよ。やっぱりあのペッパーミルポーズね。あヌートバーねあれすごかったよ。ボンボンやってるやんお前。律儀に右手だけ回してるやん。あそこみんな誤解してこうやりがちやけど右手だけ回すのがポイントでバイクさん言ってたよ。そんなええねんお前。こっちよそら。あそうですよね。あ話題になりましたよ野球やっぱり。話題になりましたよね。すごかったですよ。やっぱほら流行語大賞もほら、うん、あれ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 。あれ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 それ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 えどれ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 いやあれ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 えどれどれそ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 れどすこすこすこラブ注入どしたしまさあラブ注入かなんでラブ注入が出てくるのラブ注入かむちゃくちゃやんお前じゃあれあれが阪神優勝した時の岡田監督の言葉で流行語大賞になったんですよ。あそっかでもあなたなんか偉そうに野球の話してますけど、うん、炎上してますからね今年。思い出させるなお前 WBC で俺スルーしようとしてたのに。いやいやめちゃめちゃ炎上してたやん。いや俺がね日本早く負けろって言ってもないのに言ったっつって炎上してたのよ。まあねそれで炎上してましたよ。もうあれが本当のなぜなぜだよ。出た流行語。ちょっと俺ムカついてきたから今 SNS あげようかな。 SNS 今さらなぜなぜ、うんうん、え俺が日本は負けろって発言しないのに炎上したの。なんで？なんでおじさんじゃないか。おい、俺らの後輩バビロン千葉がなぜなぜのフォーマット丸パクリでやっとる。なんでおじさんやんな。燃やしてるこいつだよ。やかましいわお前。そんなんいいんですよ。あれバズってないの？あれバズってないんです。あれ来年の話ですから。そうです。でも野球もすごかったですけど、エンタメすごかったね。エンタメはすごかったですよ。映画とかもすごかったよ。あの宮崎駿監督ジブリの作品。間違いないね。あれすごかったでしょ。若者をいじめて楽しいかね。いや君たちはどう生きるかね。いやあれは若者をいじめて楽しいかはキングの名言やから。あごめんなさい。どっこい翔平チャンネル忘れろお前。さっきから。あごめんなさいごめんなさい。違いますよ。あとドラマも良かったね。ドラマ良かったよ。やっぱりあの、うん、ビバンね。ビバンね。あいやビバンは良かったんだよね。良かった良かった。もともと同じ組織だったんだけどね。そう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 。なんでまあまあいろいろトラブルが起きてね、うんうん。海外へ逃亡するんだよね。うんうんそうそう。でブラジルに逃亡して試合ドタキャンしてね。うん、うんうん、あれはいいんだよね。いやそれサトルな。それブレイキングダウンのサトルの話してるからお前さっきから。あサトルかそれ。サトルよ。あそうか。サンクチュアリもすごかったじゃないですか。サンクチュアリサンクチュアリサンクチュアリが良かったんですよね。もともと不良でね。うん、で東京出てきてねオーディションに参加してあじゃあそことしてブレイキングダウンの話。はい。サトルからブレイキングダウンの話してモテるからお前。あそうですか。いいんですよ。そんなのはブレイキングダウンでしたね。でまあそれで言ったらまあこうジャニーズとかもねいろいろあったじゃないですか。まあありましたありました。でももう再スタートしますから。まあね新しい社名になって、うん、社名も変えてね。あSTARTO サトルね。サトルじゃないよスタートよ。え STARTO サトルじゃない。いや STARTO ですスタートよ。誰がアルファベットでサトルっていう社名ですね。サトルでもせえへんからそれ。あそうそうかそうか。そうでしょ。あそうごめんなさいね。あとまあめでたい話で言うと岩井さんおめでとうございます。あこれはすごいですよ。原市岩井さんね。原市岩井さんおめでとうございます。まあまあ世間ではなんか年の差婚大丈夫かみたいなね、うん、まあ19歳やったんでね相手が。でも相手19歳ってのはもう大人ですから。まあそうですよ。だってもうカゴちゃんなんて18歳でタバコ吸ってましたから、ね、言うなそんなことお前。もうタバコ吸い出したら大人ですから。いや吸ったらあかんねんタバコは、うん、ほんまはな。 あとはねやっぱり、まあ、まあアイクもねその発想のつながりでちょっと良くない感じ。でもアイク手出してないですから。そうお上がる家に呼んでホームパーティー好きなだけなんですよ、うん、あいつは何もしてないですか。何もしてないですよ。だってアイク言ってましたもん、うん、I'm wearing pants。 いやそれ安村さんな。でパンツ履いてたって。履いてないのよそれが。どういうこと。いやオファーガールの時はアイク何もしてないけどその後大人の女性呼んで履いてなかったのよ。あそうなんだ。心配しちゃうのよ。だから、まあ、まあ、ありますよね。それで言うとまああとビッグモーターとかねあったじゃないですか。ビッグモーターは大問題ですよね。まあね。なんか車ねわざとこうゴルフボールとかとかぶつけてねボロボロにしてね。すごいですよあれ。んであれね会見がね、うん、僕素晴らしかった。え、うん、素晴らしかったっけ。すいませんあれはゴルフを愛する人の冒涜でした。いやどこに謝ってんのよ。あれはいい謝罪だよね。いや全然よくないよ。みんな思ってどこに謝っ
ってんのだから TKO の木本さんもさ、あの謝罪はちょっとよくなんていうか分かんなかったか、木本さんの謝罪が最高やったから木下さんのブランドを愛する物価44への謝罪だって、これは誰に謝ってんねんお前、うん、そこに謝っても誰も納得せえへんよ、冒涜だってね、だから広末涼子もね、全てのキャンドルを愛する人への冒涜です、どこに謝ってんねんって、分かった、あかんよそこに謝ったとって、ガッツチャンネルもね、ガッツ石松さんへの冒涜でした、なんでやねんお前、浜田さんもフレンチクルーラーへの、やめとけよお前フレンチクルーラーに謝罪するのNG リストやからそれはダメですよ、いろいろありましたけどもね、はいはいはい、また今年も1年、うん、どっこい少年ちゃん、長平チャンネルよろしくお願いします、いや噛んでるやんけこいつもうええわ、どうもありがとうございました。